福くんはさすがに私でも言えますね。いや、なんか苦手だって聞いたんで。あ、福くん、そうですね、まあ、得意ではないんですけど、まあ、小学校のうちのお勉強はできました。小学4年生の時の数学のテスト、算数のテストが学年2位だったので、それはまあちょっと、ね、はい、やはりこうカントリーガールズということで、はい、もう桃地先輩卒業しましたけども、はい、桃地さんからは何かこうアドバイスとかそういうのはあったりしました、この写真集に関しては。そうですね、桃地先輩から、まあ、アドバイスっていうのはあんまり聞いてないんですけど、桃地先輩がこの写真集を出される前に、私たちは桃地先輩が写真集を出すっていうのを知らなかった時に、これどうやったらくびれってできるのっていうふうに桃地先輩から聞いたことがあって、それをこう自分が出すっていうのを聞いた時に、あ、くびれ作らなやばいと、うん、これはくびれ作らなあかんわと思って、それは頑張ったんですけど、頑張って腹筋とかはしたんですけど、あんまりこうアドバイスっていうのはあんまり聞いてないかもしれないですね。最近は連絡とかは？そうですね、カントリーガールズの全員 の, グループとかではいっぱい桃地先輩からたくさんこう連絡をいただくんですけど、私たちも日々ハロープロジェクトのコンサートはこんな感じですよっていうふうな報告会とかはしたりしますね。そのハロープロジェクト活動でいうとね、はい、結びちゃんは今2つのグループ、はい、でね頑張ってるけど、どうですか、はい、これ2つのグループやってみて。そうですね、もちろんやっぱりこう2つになった分、まあ、忙しさっていうのはもちろんあるんですけども、すごく充実しているし、なんだろう、桃地先輩もその実際こうカントリーガールズとベリーズ工房さんをこうどっちも入ってる期間もありましたりとか、昔からいろんなグループに参加しているから、そういうのをこう見てきて、なんかやっぱり自分もこうたくさんのグループに加入できたっていうのは、すごくこう全てがマイナスなことではないなっていうふうに思うので、すごくこう将来自分の、まあ、持ち曲もたくさんってことじゃないですか、だからそれは嬉しいなっていうふうに思いますね。で最後にね、1日に、はい、8冊売れて、はい、これ5日間で何冊売れた頃なの？ちょっと待ってくださいね、5日間で5日ですよね。そう、1日8冊よ。はい、はい、8545。今何した？8540。むすびちゃん大丈夫？大丈夫です、ね、ちょっとリズムで覚えちゃいました、ね、はい、リズムでちょっと先走っちゃって、16ミリ刻みすぎちゃったんでごめんなさい。40ですね、40です。はい、そうですね、私船木むすぶはとにかくハロープロジェクトの未来なので、そんなハロープロジェクトの未来をですね、皆さんにぜひ見ていただけたらなというふうに思いますし、タイトル、写真集のタイトルが結ぶっていうことで、ぜひともこの写真集でこう皆様のこう友人関係、いや友人関係などをこう結べたらいいなっていうふうに思います。あれ、大丈夫よ、はい、大丈夫よ、大丈夫ですか、はい、ありがとうございました。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 